はい、どうもこんにちは、看護室です。沢尻エリカが合成マイク所持の疑いで捕まりましたね。つくづく思います。定期的に芸能人が捕まりますよね。覚醒剤やったり大麻やったり麻薬やったり。僕はね、沢尻エリカさんを好きやったんですよ。好きというか、まあ同い年ですごい過去にもトラブルがあって、それでまた復帰してきて頑張って芸能活動を続けてきたのにもかかわらず、今回の事件で捕まったことが非常に残念で、まあ思うんですけど、もうこんだけ毎月毎月芸能人が一人二人覚醒剤取り締まりで捕まるじゃないですか。もう芸能人全員を尿検査しろって本当に思いますね。あんなトップの大女優沢尻エリカが捕まった持ってるってことは、その近辺の人全員やってるでしょ。彼氏やったり友達やったり周りの関係者、前の旦那もそうですよ。全員が全員怪しくなる。なのでまあ全員をね、この際、まあ一番困るのは沢尻エリカを起用した企業でしょ。 CM ドラマ、いろんな人に迷惑がかかるってなったら、もう初めからそういったもう芸能人を使う場合、尿検査ありきで使った方がいいと思う。そしてもう昭和や平成じゃないんやから、令和は全部クリアにしようや。芸能人全員を尿検査しようぜ、抜き打ちで。動こう警察さん。1割ぐらいは引っかかると思う。もしかしたら3割、いや半分ほど引っかかるかもしれませんね。そうなったらそうなったでもう全部クリアにして、ほんまにそういった薬をやってない芸能人でテレビ作っていきましょうよ。僕は看護師やってて普通の一般病院でしたけど、やっぱり何かしらの覚醒剤やったり大麻やったりをしてる経歴がある人を患者として見たことがあります。もうひどいもんですよ。もちろん別の入院でね、何かしらの怪我やったりとかで、で薬をやってて、その人が過去にで、病院ではやっぱりそれができないわけですよ。荷物とかも預かるんで。でそうなるとどうなるか、入院期間が長引けば長引くほど幻覚が見えてくるみたいなんですね。大きい虫がいてるだので、最終的にはね火事になったらしいんですよ。病院が、その人の病室が、もちろん何にもなってないですよ。で僕が対応してたんですけど、もう火事になって大変やん、こんな病院出ていくみたいな、逃げろみたいな。でいくら説得してもその人にはもう火事が見えてるわけですよ。火事やったり虫やったりで、それを止めようとした結果、僕の身長ぐらい180センチぐらいあるんですけど、その人を止めることができなくて、もうね階段から落とされかけましたね、すごい勢いで。まあその場合はもう強制退院。やっぱり薬に逃げたらね、結局は捕まって全てが、頑張ってきたこと全てが水の泡になるんで、それだけはやめましょう本当に。でもう一回最後に言いますけど、芸能人全員を本当に尿検査しようぜ。警察動いてくれ、頼むわな。というわけで、本当に令和はクリアな芸能人作りしていこう。看護室でした。